あのあれ20何パまあ、いや少なくなったらリナに買うタイプ C みんな C ならあるよりななんかハマんない私ライトニングあ A か A だけどこれじゃない方あでも C じゃんリナと一緒に借りてもいいいいよモータージュ使えなくてよいしょあでもえ私の入らないだから多分 C なんだよラーメン私じゃんあてかさここ刺したらいいじゃんあっさせるさせるあ、違うあるある私も久しぶりにやろう、はい、ランウェイ終わりみたいって言われた確かに今日漏れてたよ、うん、可愛かったルーレットの時も僕なんか可愛かったあのなんかランウェイ終わりてきました私始めたっけ始めてないの私配信しますは同期と一緒にいます私久しぶりすぎてお腹すいノーパラの後あ今日明日配信しひじりの癖これえどうする何食べる何がいいかな、はいいらない半分いや私リノが来てくれそうこの後あねえ後藤だったおめでとうえぇ、後藤ってなんだっけ後藤ってなんだっけ後藤ってえすごいなんかいっぱいあるお腹すいた食べようこれ食べちゃダメだったらめっちゃ本物やけどな食べちゃったこれあなたご飯に行こうと思うえぇ、ー、すごいこれ私初めて見るかもこんばんはうんうん私のファンの人プロデューサー立ってないのこんばんは、ごめんなさい、久しぶりででもね、すぐ終わる、なんか毎日配信の人たちがやるって言ってるからちょっと付き合ってみてるまたやります、ノーパラの話とかしたいからえ、今ノーパラの話しよう、ね、確かにだから私全然メール送ってないよね、ごめんね待って、今私も送ってないあの、明日送るから待って私送ったてか違うよ、昨日終わってもね、そうなんだよ、昨日から一度送ってないかもこんばんは、送った本当にごめん、みんな、うん、長くなっちゃうごめんなさいニャンタンサイン入りポスター当たりましたおめでとう、は配信してたあのね昨日が私楽しすぎていや楽しかったね、うん、ねなんかリノだけすごいビップなみんなねみんなこうやってねあのねカバンとかで配信してるのにね私スマホスタンドなんか昨日のいい話しないかなでも昨日はあのアフター配信がすべて、うん、うん、あれまでやってよかったよね、うん、あれ楽しかった、うん、私あれ見て今日お腹痛いもん、うん、私もうひじりののぼせた話が面白いでもいまだに思い出したら笑える、うん、MC だからそういうあれ毎回、うん、5等と6等が当たったえでもよくない5等と6等ノーパラ最高でしたらって嬉しいみんなノーパラの DM 見たでもクルパンの話も見てない見てないの、うん、私見たよ私見たよ昨日寝起きちゃったもん寝ちゃったもん昨日お風呂入って私もメイクしたもん寝てた私も本当にメイクしたもん寝てたそばで寝てた誕生日の人いるあ本当今日誕生日の人今日なんか行った劇場の時あ行ったね助けかけてたね、うん、今日の私ですほら、見つからないからもう一回コメントして今からの話でまた見れるなんか誰かのさ、クリのネイルさ、ショールームあの、DMM 見ながらえ、うん、それじゃん1ヶ月のうちにやろうよでも音消さなきゃでしょ、うん、まあでもいいんじゃない多少ちっちゃい音でしょ私たちの声でかっけすればいいえ、ダメなの音配信流したらほんとはやめ、なんか DMM って有料だからでもバンされなくてあ、じゃあ私たちが音消せばいいじゃん、ショールームの音そして私たちの声聞こえないやっちゃう顔だけうん、そうなんじゃなかったらできるんやけどねインスあ、まあ、まあ本当はダメなんだけどバンされないので言えばインスタライブ、TikTok ライブとかを、うん、やったらバンはされない昨日ドーナツ3つ食べた私今日ドーナツ2つ食べた朝あ、ひじも1個食べたうん、マジで写真でいっぱい、うん、だから何みんなドーナツ買ってきてくれ、うん、ドーナツなんだね今って誕生日の人コメント誰だあ私もドーナツ3つ食べた昨日ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーディアおめでとうハッピーバースデーディアおめでとうおめでとうヤマキーヤマピーさんヤマピーさんマキーみたいおめでとうおめでとうリノでーすリノでーすリノちゃんの配信誰もいないけど大丈夫リノの髪型いいねえ、これしなよやるやるしなよとか私リノ目撃者でやるうん、そうしようちょっと今日のはここを前髪をタバカにしてタバカンにして誰にやってもらったのここ
そうでウェーブにしました。かわいい。ここら辺とかだったらここだけさ、ここかわいいよね、見かけしたら全然かわいいと思います。いいな、そういうなんかいろんなおしゃれな髪型したいけど短くなって何もおしゃれじゃなくなった。え、でもできるよ。短いってむずくね。一回やってみなよ。え、でもいるよ最近の。例えばさ、こういう前髪外羽とかしてもかわいい。あうん、私たまにリナの真似する。そうでも真似してるね。かわいい。かわいいですよ。もらっていいかな。ね、もらう。ゲットして帰る。バカオケ食べたら。何がいい？青のりが。食べてるよね。チーズが青のり。中津のロケみたいだよね。でも普段こんなん用意してくんないじゃん。チーズ、青のり、コンポタドライ。でもリナの時たまに食べる。ね、でもあれすぐ食べちゃうよね。あれマジでなくなるの早すぎる。多分はじめちゃんとかドッペルさんの楽屋だったから、あのお菓子が用意されててもう帰っちゃって余ってるお菓子を。美味しい。その代わりなんかめちゃめちゃ水飲んでるね。本当だ。何本分？絶対払ったか。そうだね、周年。そうだ、みんな。こちらの周年もあります。昼も来てない。うん、コンサートの席出たって。え、マジ？うん、みんな教えてくれる。いいね。これでこう持っとこうか。うん、チーズうまっ。1列目すごっ。うわっ、ね、すごい1列目だった、うん、すごっ。ごめん、ね、でも高い時買ってんでしょ、それって。うん、高い高いんだ、1列目は。ビッグなんだね今日のさ。うん、あれすごくない？劇場のみんなボリ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 。年パスすごいね。私欲しいんだけど。何ね？劇場年パス。あれいいね。うん、あれ特賞にすればいいのに。めっちゃいいよね。うん、特賞なんだっけ？ MV じゃない？あ、なんか MV の上映会とかいつもやってんのかな。やってない、やってない、あれ上映会じゃないんでしょ。初めて予約じゃない。そう、先に見れますよっていう。なんだ、リンクとか置くんじゃない？怖いよね。流通しちゃうやん。え、あれ場所じゃないの？じゃないどっかに映画館で見たの。向こうからどっかで帰ってたの。でも2人だけ？だから偉い人たちなんですよ。偉い大人だけ。他の偉い大人。だから尾藤社長とヨッピーと。緊張するね。ワンちゃん、おしめんとかと一緒に見れたらいいのにね。うん、そんなの楽しめなさそう。しかも5分くらいで終わるもんね。待って待って、おっしゃったらいい。確かに。え、それをしたらさ、もう一回やり直しになんない？何が？15分、うん、ならない。え、なんないの？なるよ。何分間か猶予がある。ずっとだったら切られちゃうけど。今回リップの席なかなか高列だったの。そう、ね、思ったらリップないらしい。え、ビップないのにその席なの？いつもビップとかあったの逆に。あるよ。なんか年齢確約権みたいな、ね、私カメコ席と女性席しか違いわかんない。でもカメコ席めっちゃ少なくなったよね。なんかそれ片方しかいなくなった。いや、多分片方にギュッとしてないと思う。ヒルヒルで違う。みんな常に上手側にいてほしい。みんな左側が利き側だから、うんうん、こっちの顔の方が利き側なし。あれ？いや、わかんない。どっちが好き？みんな、私圧倒的に顔が違うもん。いや、違いはないんだよね。いいことだよ、それは。一緒じゃない？今こっちで撮って、こっちのイメージあるかも。壁下どっちだったっけ？正面じゃない？あ、正面だ。正面だ。何も正面。うん、あ、でもちょっともうマジこんくらい。いや、こっち。絶対こっち。でも私言うとさ、こっちの口角だけ上がるの。いや、でも私もそれ嫌だよね。とかいつもこすりとか。今の見てほしかった、みんなに。あ、そうか、上手くしてないの？してるしてる。ショールームに映ってる。久しぶりにしてる。このルームに入れたのも肘のルームで見てほしかったんだろう。ねえ、見てほしかった。全員なんか4画面くらい欲しくないな。んならコラボ配信の極み。うんうん、このゴミ箱いいね。私もリビングに欲しい。でもさ、こういうとこにゴミ箱家一つなんだよね。でその方がいいと思うね。なんか年パス当たってもめっちゃ遠くに住んでたら大変だね。そう、まあでも逆に言うと交通費だけでいいってことだから。チケット代は浮くからね、うん、そうだよね。え、めっちゃいいよそれ。 ね、 ね、すごいよね。昨日のさ、ボクシアの奇跡の V さ、うん、めっちゃ音楽ビフォーアフター、劇的に動いてる。なんということでしょ。めっちゃ見てた。あれ見てた。こんなにあれ大好きだった。最後の写真が本物。最後の写真すごかった。びっくりした、うん、マジで最高。え、でもさ、一個ずつさ、歴代の壁下が出てくるのかと思って、嫌だと思って買ったら、タイムスリップしてすぐ飛んだからよかったよね。中盤ちょっと事故ってるんだよね。中盤やばい。一回やばい。そう、中盤ちょっとやばいの挟んでるから。
私去年くらいからしか見れない壁下。あ、ピンク、うん、ピンクからしか見たくない。 ピンクもまだ見れない。私まだシャネルがピンクだと思って。そんなあったっけ、でも、うん、背景があるね、あの花柄のやつか。え、ピンクの前シャネルでしょ。シャネルはシャネルブス。そう、シャネルもマジブス。え、コロナ禍だったからブサイクだもん。めっちゃね、食べちゃってる、うん、シャネルみんなあれじゃない、そのまだ垢抜けてないなぐらい、うん、そう、シャネルが一番もうね、嫌だもん。シャネル嫌い。あの時の寂しい。確かにみんなピンク好きかも。ポニーテールしてた時。ピンク意外と燃えてた、ね。てかピンク引きだったのが良かった。ちょいね。あの今も。あ、もう結構アップ。うん、っていうか、あのクレーマー背景が、あの、肌白い人はいいと思うんだけど。いや、わかるわかるね。あ、今回のやつ、うん。どうだったっけ、クレーマー。クレーマーにめっちゃ合うやつ。前回の方、肌の色結構。あれでも飛ばしたよね。なんかでもあれもボヤボヤしてたよね。あれは夢かわアイドルなと思ったぜ。に一年くらい。キュンキュン。うん、クレーマー。じゃあ次何色がいい？え、普通の白でいい。白、うん、ああ。うん。今ちょっと初調整中なのかな。まあいろいろ試してんだろうね。今もあれで真っ黒とかにしてみたい。でもあと二枚目いらない。あの。あ、これ。そう。あれだってさ、ちっちゃくないってか壁下、うちの壁下。こんだけしかないよ。確かに。まあでも多分あれだと思う。その。あのモデルとかの仕事の時にあっち使うんじゃない？でも来ないよ。そうそうそう。え、だから全身衣装変えればいいのに。あ、そう、全身恥ずかしい。全身恥ずかしいよ、ね。確かに衣装じゃなくて、ね、普通のワンピースにすればよかったのに。なんか女優バージョン。あ、そう。一回撮ったよね。撮った撮った。あ、みんなシャネルじゃ分かんないんだって。シャネルっていうのはあの白いなんかサッシュさんの卒業コンサートの時に新しく新衣装で出されたあの白いふわふわバニラよ。え、シャネルって。ちょっと待って。どうぞ。食べよう。じゃあ何がいい？お菓子爆食い。青のり。きっと心も腹晴れるだろう。青のりです。ごま揚げうまい。パッ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 パ。あのね、私がノーパラの可愛いって思うポイント言いますね。よいしょ。私がノーパラのあの DMM を見て可愛いと思ったのは、キュウリがあのくるくるパーで。花道にね行ったの、うん、でニサビみんなで行ったじゃん、うん、あそこの時のあのうわこれ虫だ。それであのくるくるパーの時にあの花水のところにカメラがあったんね、うんうん、私見た。あのあそこのこれでしょ、これでしょ、そうそう、マジかわいい私のカメラに、そうんだ私もえ、なんかマジ心臓バールってこういうことなんだなと思った。で私はストリンクの動画のご期生が私は何を入れましたみたいな時、みんな入れましたイエーイって言って言うだけも、え、そうだマジで私はカリーじゃん、やったの、え、タイトじゃん。いや、そう、え、マジ出てるよ、かわいいよ。でも言うだからあの自然、いや、そう、なんかこやるとうわやってんなってなるけど、けどブリッコなんないのよ、ブリッコ、そうだ、ブリッコだよ、ブリッコだけど、なんかいやいやしくない、うん、そのじゃあよかった、じゃあ、じゃっかあとは、なんだ恥ずかしい、だからクリナがやったらダメなんよ。そうだね、狙ってんのよ。そう、あ、なんか頑張ってるなと思ったけど、でもさ、フルパーのネタビでみんなで一番でかい花道に行ったじゃん、うんうん、私、帽子がでかくてさ、イオリンに多分ずっと刺してて私なんか当たってるなと思って後ろ見たらイオリがいたの。あれね、あ、空洞空いてるからね、イオリに刺すな帽子、壁と思ってね、うん、で後ろ待ってたらイオリが、でも刺さってなかったと思う。よかった、うん、あとさ、くるくるパンの時さ、いぶきがさ、写真集はさ、ひじりの頭にポンポンってひじりがびっくりしてさ、帽子取れたんじゃないかみたいな、こんな顔になってなんかめっちゃめっちゃおもろかった。あと何が可愛かったかな、クリナもなかった今。クリナ頑張れ、クリナは頑張れ、なんでだよ、クリナは普通また普通、お前昨日から普通普通言いやがって普通でもさ、初期に比べたら頑張った、頑張ったよ、情熱の楽良かったよ、あ、情熱の楽良かった、良かったか、本当にだから歌う前、あのこう二人で前歌ってこう隠れてるからさ、あ、そうそう、情熱の楽園っつもね、そう、もうめっちゃ後ろで咳して絶対出さないぞっていう気持ちで、すごい綺麗に出てて、おおと思いながら踊った、よかった。で、可愛いところはクリナの普通だからないって、なんでだよなんかないよ、なんでだよ、でもクリナはバージョンになるのがすごく良かった気がする、ありがとう。
え、見たらね、いっぱいいいとこあるよ。あと何がよかったっけ、あれしたいね、ドキュメンタリーじゃないけど、あのなんかコメンタリー絶対した方が、え、しよう、やりたいよね、うん、しよう。どうやってできるかな、 DMM そうやって1ヶ月経った方がいいのかな。いや、でも撮るのは別にさ、いつでもいいですよ。リバイバルするとか、記憶が鮮明なやつ、リバイバル配信たまにやってるくない。あ、確かに、もう1年くらい経たないとすぐやろう、うん、なんかさ、2ヶ月くらいでやってもらう、やりたいよね、うん、それ、うん、それしよう、絶対喋りながら見たら面白いよね。ありがとう、撮った、今は撮った、私もだ、撮ってみんなが出たら、マッチロック先生出ない、ありがとうございます、ありがとうございます、どんなの可愛かったかな、アムリュータクさんありがとうございます、ジーガさんありがとうございます、ナイスミさんありがとうございます、ショウちゃんありがとうございます、ジェちゃんありがとうございます、確かに5期生全員出たら何言ってるか分かんなそう、ニムハンマーありがとうございます、確かに言うえ、もうさ、全員曲こいつって、あ、こいつやばい、じゃ私は担当みたいなね、みんなで見るけど喋らない、あ、そうだね、でも絶対喋る人いるよ、喋っちゃうよね、私もそう、だって昨日のさ、私お疲れ様配信のアーカイブ見たらめっちゃ通りしてたよ、え、ほんと、みんな笑った時とだって、リナの斜めこの辺くらいにあったもん、マイク、みんなさ、よう喋るから、うん、なんか主軸が聞こえないの、誰が話してるから、何の話してんだって、うんうん、誰か的確に聞き分けられる人がテロップ入れるしかないよね、まあそう、面白かったけど、マジテロップ無理だよだって、だって、あのさ、もう今はさ、もうちょっ とストップしてるんだけど、5期生のわたあめのやつあったね、動画あれ、1本目めっちゃ頑張って気合い入れてみんなの声拾ったら、もうかぶりまくったもん、自慢、うるさいよね、そう、なんでだろうね、みんなよう喋るの、うん、うん、楽しくなっちゃうんだろうね、うわーってなるよね、15分になったからランキングを見で、みんなの待ってるよ、もう私もその13位、バーサーさん、なった、12位、あやさん、11位、イーさん、10位、ななみんちゃん、9位、まさとしさん、8位、しわさん、自動島がかんたんさん、6位、おれさまちゃんさん、5位、ただのさかなさん、4位、ばうちさん、3位、かっちゃん、2位、しむさん、1位、みずらさん、ありがとうございます、ありがとう、次の13位まいちゃん、12位がエリカさん、11位がハリーさん、10位がただのさかなさん、9位がゆうたパパ、6位8位がフラン、7位がカズさん、6位が原始人さん、5位がジャンさん、4位がコージー、3位がポンタロー、そう、3位がムゴムゴパクパク、2位がポンタロー、1位がオカモでした、ありがとうございました、ポンタローいっぱいいた、ポンタロー1人ありがとうえ、ランキング読むのむずくない、むずくない、私いつも同じとこ読んじゃうんだけど。私コーンポタージュが好き。ありがとうございます。ちょっと短くてごめんなさい。渡します。バイバーイ。みんな読んだ？読んだよ。じゃあノーパラを DMM で見てください。あと、あの劇場で写真をいっぱい買ってください、うん、よろしくお願い、アクスタも買ってください、いつも出ます、うん、よろしくね、アクスタ見てね、バイバイ。